ダブルス部門です。男女の構成を問わず2人ペアとなって2分間の演技を作ります。チェネさん、今年のダブルスはニューフェイスや新しい組み合わせが増えて展開が読めないんですが、どうなるんでしょうか。そうですね、男女ペアではまずか吉山ペア、浅見近藤ペアといった両方ともお姉さんリードっていうんでしょうか、シングルでも実力のある女性がリードしたペアが目立っています。また女性2人の戸の内野間ペアというのも西日本で活躍してます。注目だと思います。東日本地区代表、間塚美恵子、吉山和俊ペア、東京都と神奈川県のペアです。間塚選手はシングルにもエントリーしていました。女性を肩に乗せてオープニングです。こういった組み合わせもペアならではですよね。ジャンプもきれいに決まっています。間塚選手はダンス、ムーブメントが得意、そして男性の吉山選手は力技を得意としています。2人のいいところを組み合わせた演技がしたいということです。男女ペアになりますと、どこも女性が遅れがちになったり、その弱さが出ちゃうんですが、このペアは間塚選手しっかりリードしてますよね。フランスが決まってキックです。二人の位置関係がやや近づいて、いつも同じように見えるのが残念ですね。どうでしょうか、もう少しこう大胆な構成があっても良かったんじゃないでしょうか。女性をリフトしてスプリットに入りました。後半まで動きの勢いが落ちずにいいテンポです。こう2人をの組み合わせた動きというのはダブルスならではの良さです ね。色っぽいフィニッシュでした。まさか吉山ペア、まさか吉山ペアの競技ルーティンをご覧いただきます。ジャンプやフロアの動きなど非常にバランスよく構成されていたと思います。まさかさんが非常に動きの完成度も高くですね、2人の高得点が期待できる演技でした。得点が出ました。 8.49、 高い得点です。トップに立ちました、まずか吉山ペア。続いても注目のペアです。浅見由紀子、近藤義光ペア、東日本地区代表、東京都と埼玉県のペアです。浅見選手も非常に実力のある選手ですからね。カテゴリーを変えてシングルから今回は初めてペアへのエントリーです。この辺のフロアワークは強いですね。縦横無尽に動き回るのが2人のテーマです。なんかペアでも非常に難度の高い技も入ってきました。キックもいいですね。回転して着地してからプッシュアップ男女という構成には見えないんですけれども、逆にこう同質の動きが面白いかもしれません。
加えたアブドミナルカール、そして足を回して女性が上に乗ります。男性のままですね。さすが浅見選手強いですね。2分間の演技も交換になると心臓や筋肉もギシギシ筋肉の負担が来ると思うんですが、一番辛いところでしょう。後半のジャンプは叩えますよね。それともう一つ2人の間のこうハーモニーというんでしょうかが見られるともうちょっと良かったかなと思います。東日本浅見由紀子近藤芳光ペアの演技が終了しました。それぞれ動きのタイミングも非常に一致して良かったと思うんですが、ちょっと印象として、浅見選手の力強さが目立って、2人の男女ならではの、ペアの演技という印象が薄かったかなと思います。その辺の構成をもう一つ工夫されるといいでしょうね。得点です。 8.49 得点が出ました。 8.49 まずか吉山ペアと同得点となりました。松原選手は東京都杉並区、そして小林選手は神奈川県茅ヶ崎市に在住です。2人の課題は柔軟性です。松原選手もワールド大会の出場選手ですからね、だんだんそういったキャリアも生きて、なんか演技に表情にですね余裕が見えるようになりましたね。では綺麗なリフトが決まりました。回転でプッシャー体勢に着地。タイミングも非常に合ってますね。非常に柔軟性、それからパワーといった動きのバランスもそうなんですが、体力的にも非常に2人の位置性がありますよね。レベル的にちょうどいいペアかと思います。そして8カウントコンビネーション、この辺は意外と無難にまとめました。後半の動きはどのようなものを持ってくるでしょうか。ここも見せ場の一つ、女性がいて、はい、キープができました。非常に2人のまとまりはいいですよね。もう一つこうグッと前に出るような表現が効いてくるといいと思うんですが、動き自体ちょっとこじんまりとまとまってしまったような気もします。最後に女性を1回転して下ろしました。松原ひろじ小林由美ペア、非常に2人のタイミングがうまく合いまして、まとまりの良い演技になりましたね。得点が出ました。 8.23 です。松原小林ペア第3位につけました。得点です。 7.61 ダブルスの結果です。優勝は浅見由紀子近藤芳光ペア。